下腹はあざなえる縄のごとしというように、順境も逆境も常に回転している。修養を積んだ人は順境も逆境も一つに見て、逆境にあるときはこれを善用するように心がける。それによって順境に到達する手がかりとなる。転んでもただでは起きない。転ぶような不幸、逆境があっても、それを良い方向に利用するような心がけが大事なのである。何事も良い方に活用していくことが諸生の根本なのである。昔の人は、名をなすは常に窮苦の日にあり、ことを破るは得意の時と言っている。困難に対処するときは覚悟を決めて臨むから名を残すことになり、失敗するのは障子に当たった時のような態度で臨むから失敗しやすいのである。努力という種をまけ、この努力という種をまきさえすればきっと良い実がなり良い収穫がある。雑然たる現実を見るとそうではないように思うが、長い目で見ればやはり世界はそうなっているのである。人生を決するのはただその時々の勝負ではなく、生涯を貫く覚悟とその実行である。口先だけではなく、真に人生に一つの夢を持ち、この夢の実現に燃える情熱を注ぎ、日々の実行を重ねれば必ずそこに道はある。善行はいくらでも行えるものであるが、ちょっと油断すれば消えやすく後戻りしやすい。良い行いを一つしても翌日これを破るような行為をすれば昨日の善行は消えてしまう。我々凡人には到底善行だけ行うことは不可能である。毎日多少の良いことをしても同時に多少の悪をする。しかし善行の方が多くなるように心がけたい。何よりも大切なことは、自分との約束を守り、一度やろうと決心したことは必ずやり通す。決して自分を欺かないこと。これさえできるようになれば人生は自分のものである。せっかく人間として生まれてきたんだ。ただ外の花を楽しむだけでなく、自分の内に咲かせる心の花を楽しもうではないか。未来はただ未来にあるのではなく、むしろ今日にあるのである。今日の生き方の中にあるのである。人生において最も大切なことは、安っぽい自信などよりもむしろ徹底的な努力である。徹底的な努力さえあれば、おのずから自らを信頼する明るさと安らぎの人生が展開する。本当に自分の最善を尽くしてみると、それ以上のことは何もできないことがわかる。ベストを尽くしたならば、あとは明日に任せよう。明日は明日の風が吹き、なるようにしかならないが、なるようにはきっとなる。今日一日の最善を尽くすことだ。道は必ず開けると信じている。やればできる。しかし、急ぎすぎてはならない。やってみてもなかなか思い通りにはいかないが、腐らず続けることだ。
希望を持って続けることだ。運というのはあるのかないのか、あるようでもあるしないようでもある。しかし何かの気配が働いて運を左右することはありそうだ。その何かの気配を働かせて運を引き寄せるものは何か。結局目には見えないところでの行為、目には見えないところで尽くす誠実、そういったものではないだろうか。一日何分かの小さな決断が、その日残り20何時間かの質をいつの間にか変えてしまう。一日が残りの364日の質を変え始めるであろう。一年が10年の質を変えるであろう。このように決断と実行を繰り返せば、一生の質は変わったものになっていくはずである。自分を高めていく過程では、常に何かの形で壁にぶつかるものだ。周りの人から見れば、取るに足らない小さなことでも、本人にしてみれば大きなことである。そんな時、くじけず前進するためには、失敗はむしろ必要なものだと心に定め、自分を励ましながら前進せよ。何かの大きな壁にぶつかり、困難に遭遇したとき、こうだああだと諦める理由を探し始める。できない理由をつけて、挑戦するのをやめてしまう。本当にそれでいいのか。あとは何とも煮え切らない、人生が待っているだけだぞ。真に向上しようというときには、自分の失敗はどうして起きたのかを真摯に反省する気持ちが大切である。失敗を人のせいにしてしまったら、それ以上の進歩はありえない。充実した人生を送るには、この反省は必ず必要である。